回は生卵が食塩水に浮くという実験をやってみたいと思います。これはお子様の自由研究とかにも使えるので、一度やってみたらいいかなと思います。準備するものは生卵、あと水を入れられる容器、あと塩、あと計量スプーン、あと計量カップと、あとは割り箸ですね。まあ混ぜるものでもいいんですけれども。一応お水がどれだけ入っているかっていうのを知りたいので、計量カップで測って入れています。200のカップに4杯で 800cc ですね。生卵を入れました。沈んでますね。この800ml の水に食塩を大さじすり器で何杯で浮くか実験してみたいと思います。実験してます。顔を突っ込まないで、ゴミ箱に。顔を突っ込まない。よし、入れて。まず大さじ1だね。大さじ1杯。水につけないで。やってみる。
さじ13杯。13。13で浮いてきたね。浮いたんじゃない？13で、うん。13杯で浮いたね。13杯で浮いたね。あ、浮いた。13杯で浮いたね。完全に浮きましたね。13杯。完全に浮きましたね。大さじ13杯で完全に浮きました。浮いてますね。完全に浮いています。大さじ13杯で浮いたんだよ。大さじ13杯で浮いたよ。今度は卵を取り出して、この食塩水が何 cc になったのかを調べたいと思います。1杯目ですね。2杯目。3杯目。4杯目。4杯の食塩水と10ぐらいの食塩水と溶けなかった10ぐらいの食塩ですね。当然ですけど増えました。ねえねえ、実験ってさ面白いね。生卵さ食塩水に浮くんだよね。最初はゆで卵の方が水よりも重かったので沈んでたんですけど、塩を投入することによって水の方が、食塩水の方が卵よりも重くなったので卵が浮いたという原理です。